はじめまして、豪音、監督しました片山亮と申します。本日は本当にありがとうございます。この豪音という映画は、希望の映画だと思っています。僕にとって希望の映画だと思っています。この映画の舞台となったのが、日本のいわゆる地方都市っていうんですけど、の福井県という地域になります。でその福井県は僕の生まれ故郷でもあります。で僕はその福井県に18歳までいて、18歳から東京に出てきたんですけれど、僕は福井県が大嫌いでした。その閉塞感というかすごく嫌いで、東京に出てきました。それで役者をやっておりました。今もやっています。で、役者をやっていたんですけれど、映画が撮りたいと約3年前ぐらいに思いまして、で長編が撮りたいとで思った時に、じゃあ何が撮りたいかってなった時に、思いついたのが、僕が見てきた福井県というところでした。なんでかっていうと、僕にとってかつて絶望の土地だった福井県で、一生懸命こう、まあ悪いこと不幸なことがありながらも一生懸命こう生きていくしかない人たちを描いたら、そこには圧倒的な希望が描けるんじゃなかろうかと思って、この映画を撮りました。まあでももちろんその正解は見た人それぞれなので、初めて日本を越えたということもありますし、ぜひ感想が聞きたいです。本当だったら、行って直にお話を聞きたいんですけれど、まあこういう状況っていうのもありますので、ぜひ SNS 等に、感想を書いてくださると、すごく嬉しいです。本日は本当にありがとうございます。ご恩ぜひ楽しみください。ありがとうございます。